チャールズ・タウンゼンドは、イギリスの政治家。タウンゼンド施策家のヤンガーさんとして生まれ、1747年に、保育党の庶民議員に当選して、政界入り。閣僚職を歴任し、とりわけ1766年から1767年にかけて財務大臣を務めたことで知られる。アメリカ植民地への支配と課税を強化するタウンゼンド処を制定し、 アメリカ植民地人の反発を招いた。1725年8月28日、第3代、タウンゼンド子爵チャールズ・タウンゼンドとその妻、オードリーの間の次男として生まれる。第4代、タウンゼンド子爵を継承し、初代、タウンゼンド公爵に長されるジョージ・タウンゼンドは兄である。1747年6月30日にグレート。 ヤーマス選挙区から選出されて、庶民院議員に就任した。その後、サルタッシュ選挙区、ハリッジ選挙区と選挙区を移動させながらも、死去まで庶民院の議席を維持した。政界入り後、第2代ハリファックス伯爵ジョージ・モンタギューイコールダンクに接近し、1748年に、ハリファックス伯が、通商委員会第一協から軽蔑されたが、 大ピットが主導した1757年から1761年にかけての第二次入荷する校内閣でポストを維持し続けた。スペインとの戦争に反対したため、続く第三代ビュート伯爵ジョン・スチュアート内閣でも、戦時大臣に留任。一時下アしたが、その後すぐに政権復帰し、1763年3月には、商務委員会第一教に就任した。 しかし、翌4月に、ジョージ・グレンビル内閣が成立すると、国王・ジョージ3世の手にキスすることを拒否して辞職した。国王はこれに起こり、二度と政府に参加しなくてよいと、タウンゼンドに通告した。1765年5月に、初代ホランド男爵ヘンリー・フォックスが、陸軍支払長官を辞職すると、グレンビル首相の、求めに応じて、公認の陸軍支払長官に就任した。 第2代ロッキンガム公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワース内閣でも留任した。続いて1766年7月に成立した大ピット内閣では財務大臣に就任した。歳入不足を補うためにアメリカ植民地から絞り取ることを起都し、タウンゼンド処方を制定した。これはニューヨーク植民地議会の権限停止し、さらに北米13州が輸入する銅塗料、 紙、ガラス、茶などに輸入関税を課すことを内容としており、アメリカ植民地人の強い反発を招いた。アメリカでの繁栄闘争激化のきっかけとなった。1767年9月4日に死去した。1755年に、第2代アーガイル公爵ジョン・ギャンベルの娘キャロラインと結婚。彼女との間に、息子二人と娘一人を設けた。 キャローラインは1767年8月28日にグリニッジ助談爵に助せられているが息子に先立たれたため彼女一代で廃絶している。ありがとうございます。